スイス鉄道時計スイス鉄道時計は1944年にスイスの技術者ハンス・ヒルフィカーがスイス連邦鉄道のために設計した時計である白い盤面上に黒い時刻目盛り棒状の黒い長針と短針という非常にはっきりとした最小限の設計からなることを特徴としている数字は書かれていないこの遠くからでも読み取りやすい設計は 液用の時計としては国際的なものとなった。スイス鉄道時計はスイスの古典デザインという切手シリーズの85ラペンの切手にも採用されている。1944年にデザインされたため著作権の保護期間は終了しているものの SBB は2002年に立体商標として登録しており2012年9月20日スイスの新聞はアップルが無許可で 時計のデザインを iOS6 用の時計アプリケーションに投用して商標権を侵害したと報じた。後には開始ライセンス契約を結んだ。スイス国鉄及びアップルは公式にはライセンス料を明らかにしていないが、スイスの新聞トガスワインツァイガーによればライセンス料は2000万スイスフランという異例の巨額であったという。なお iOS7 で時計のデザインが別のものに変更された。 ヒルフカーは、後に、時計製造業者のモバタイム社と協力して、車掌用の合図機を連想させるような、先端に円盤のついた赤く細い秒針を時計に追加した。技術的には、長針は1分おきに次のメモリーへ進むもので、秒針はゆっくり常時回転するものである。秒針は、若干早く回っており、毎分0秒の位置で一旦停止し、 分を告げる信号を受け取ってから、再び回転する。ヒルフィカーによれば、この秒針は、毎分最後に静止し、列車の定時運行を容易にするとされている。追加された、この秒針もまた、他の鉄道事業者に採用された。メディアを再生する動作例秒針は一時停止する。ストップ2号という、珍しい機能は、時計のマスターから各時計に対して、 毎秒信号を送るという仕様は費用がかかるためそれを回避する必要から搭載されている。これに加えてこのサイズの秒針が毎秒動作するのは時計の寿命に影響を与える可能性があった。このため駆動には 交流で動作し常時回転する同期電動機が選択された。周波数の変動に対応するため、当時のスイスの商用電源周波数において最低限保証されている約 48.5Hz でも一周を完了できるように秒針の駆動が設計された。次の一周の開始は1分おきに送られる信号による。ヒルフィカーによれば、秒針は頂点で停止し、 次の文を知らせる信号を待ち、この信号により、調信が進み、同時に秒針が、再び周回を開始するとしている。定格周波数であれば、ほぼ2秒にも達するこのかなり長い停止時間は、現代の高い精度の 50Hz、商用電源周波数でならばより短くすることも、できるが、現代に至るも変更されていない。秒針の停止は、 同期電動機を止めることによって実現されている。メーカーのモバタイム社は、1947年の当初は機械式の方法を採用していた。時計盤周囲の溝の中のピンが秒針を固定し、磁石の働きにより引き抜かれ、同時に調針を1分進める機構になっていた。ラッチングにより、秒針が正しい位置で停止するように保証していた。 同期電動機は常時回転するようになっていた。秒針が停止している間は、駆動機構の摩擦クラッチの部分が空転するようになっていた。問題ねの腕時計製造は、業務用の掲示装置を製造する、モバタイム社が行っているため、個人向けには販売されていないが、問題ねは1986年から公式に許可を得た時計を、オフィシャルレールウェイズウォールクロックとして販売しており、 壁掛け時計以外にも共通デザインの腕時計などを手掛けている。盤面に問題根のロゴが入っているが、外観はほぼ同等である。大部分はクォーツ時計であり、一部の機種にはストップ2号が搭載されている。ありがとうございます。